白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は避難はありがたいというテーマのお話を聞いていただければと思います。まあこの動画をですね、実際聞いてくださっている方の中にはですね、まあ、ご自身が、まあ、例えば YouTube で情報発信をしていらっしゃるとか、もしくはブログで情報発信をしていらっしゃると、まあ、自分の考えとか自分の意見っていうのをね、まあ発信していらっしゃるという方もいらっしゃると思いますので、まあそういった方にですね、何らかお役に立てればなというふうに思っています。でそうした時にまあですね、感情と論理っていうのを今回ははっきりと分けた方が理解しやすいと思っています。感情は感情、論理は論理ということで、それをはっきり分けてですね、考えていただいた方がいいかなというふうに思っています。でまず感情なんですけれども、非難は絶対に嫌です。絶対に嫌です。非難されてね、喜ぶとか嬉しいと感じるとかね、心地よいと感じるということはまあないと思います。まあ、個人的にもうね、2012年からですから、もう間もなく10年ですよね、まあ、その YouTube とかブログっていうので、まあ、何らか自分の考えとか意見っていうのをですね、まあ、情報発信しているんですけれども、約10年ですね。もう少しであと2ヶ月弱ぐらいで10年なんですけれども、まあね、嫌ですよ、やっぱり。嫌です。今までね、もうそれはもうね、ものすごい数のですね、まあ非難っていうか批判っていうかね、まあここ間違ってるんじゃないですかとかね、もっとこうした方がいいんじゃないですかとかね、でもういっぱいね、いただきましたよ。で、まあ10年もう少しで経ちますけど、まあ依然としてもうね、嫌です、はっきり言って。決して気持ちのいいものではないし、心地いいものではないですよね。だってね、やっぱり自分でね、自分の考えっていうのを、まあね、意見を表明する、情報を発信するっていうのは、やっぱそれ相応のね、考えっていうか、があってやってるわけじゃないですか。だからどんな人もやっぱりね、頑張ってやってるわけですよ。で、それに対してね、そのなんか、ね、努力っていうか、まあいい部分っていうのを認めていただくんじゃなくて、ね、はっきり言ってね、良くないところ、間違ってるところ、ですよね。まあそういうこう欠点みたいなところを、まあね、指摘されるっていうのは、まあ、決して気分のいいものではないし、まあ、不快を感じますし、ね、まあ、嫌悪感とか怒りとかね、もしくはまあなんかね、自分自身に対してまあ、ね、やる気がなくなるっていうか、元気がなくなるとかね、落ち込むとか、まあ、それはね、いい気分は絶対しないと思うんですよね。非難されたい人なんていないし、非難を気分よくね、受け止められる人なんて、それこそこう机上の空論ですよね。それって器の大きさとかってあんま関係ないと思ってます。器が大きいからね、なんか非難さえも何もね、感情を感じないと、別にね、怒りも感じなければ嫌悪感も感じないと、もう落ち込みもしないっていうのは、なんかね、それは器の大きさっていうのは、なんか机上の空論で、なんか言葉遊びになってるような感じがするんですよね。やっぱり嫌ですよ。それはもう10年経っても嫌です。だからまあね、それはもうね、感情的にはまずそういうものだということです。なんですけど、論理的にはですよ。論理的には非難っていうのはありがたいと。だから感情的には嫌なんだけど、感情的には不快なんだけど、論理的にはありがたいと自分自身に言い聞かせ続けているということなんですね。だからその自分に対してなんか自己説得っていうか、自己洗脳みたいなのをかけてるっていう感じなんですね。まあ個人的には。でそれは、まあ、結局ね、まあ、いわゆるマインドセットっていうやつです。マインドセット。もうそういうふうに考えるようにしてるっていうことです。無理やりですよ。これ明らかに無理やりです。本能は感情的なので、本能的には非難は嫌なんですよ。非難されたくないわけです。やっぱりね。なんですけれども、やっぱり仕事柄ですよ。で仕事柄、ね、やっぱり何らかね、相談されるとか、ね、もしくは課題解決にね、まあ、知識という意味で、ね、なんか支援をさせていただくとか、まあ、そういったことを考えた時に、ね、そんなね、もう当たり障りのないことばっかり言ってても仕方がないので、ね、それって誰の何の役にも立たないじゃないですか。だから半分の人からは、ね、いや違うんじゃないですかって思われたとしても、ね、実際お客様がですよ、お金を払ってくださるお客様が、ね、いやその言葉のおかげでとか、その知識のおかげで、ね、良くなりましたとか変わりましたとか、ね、よく
くなってます、変わってきてますというのであればっていうことでやっぱりやってるわけですよ、ってなったらその非難は感情的には嫌なんです。で多分これは10年で嫌ってことは多分10年後も嫌なんだろうなって思うんですよ、で20年後もやっぱり嫌なんだろうなっていうふうに思うんですね。できることならば非難されたくないし、可能ならば好かれたいですよね。やっぱり人から嫌われるよりは好かれた方がそれはもう人間である以上嬉しいに決まってるわけですから。なんですけれども、ね、論理的にはですよ、論理的には非難っていうのはありがたいということです。だからもうこれは完全に無理やりってことです、無理やりそういうふうに考えるようにしてるということですね。だから自分で自分をそういうふうに説得してるっていうか、自己洗脳してるっていうか、まあ、マインドセットしてるということになるわけです。じゃあなんで非難はありがたいのかっていうふうに考えるのかっていうことなんですけれども、ね、いわゆるよく言われるのは愛の反対は、ね、憎しみじゃなくて無関心っていうのはよく言われますよね。愛の反対は憎しみじゃなくて無関心ということですよね、だから愛っていうのは相手に対して肯定的なプラスの、ね、興味関心があるわけですよ。だから相手に対して愛があるわけですよね、で無関心っていうのはそもそも興味関心がないっていう状態なんですよね。だからそれが愛の反対になるわけです。じゃあ憎しみはっていうことなんですけど、憎しみっていうのは相手に興味関心があるんですね。ただ愛と違ってマイナスっていうかネガティブな方向で、興味関心がある状態なんですよ。だから結局ですね、まあ、そういう意味でなんかありがたいものなんですね、一番辛いのはやっぱり誰からも、まあ、興味関心を持たれてない、まあ、つまり誰からも、まあね、存在を認識してもらえてない、認知してもらえてない、興味関心を、持たれてないっていう状態が、まあ、一番きついっていうか一番辛いので、だからそれぐらいだったら、まあ、無関心ぐらいだったら、まあね、憎しみの方がありがたいと、まだ興味関心を持ってもらってるということですよね。ってなった時にじゃあなんで非難してくるのかっていうことなんですけれども、それは少なくても相手に興味関心があるんですよ。だって非難すればですよ、非難すれば相手からはほぼ 99.999% 以上嫌われますよね、ああ私のために言ってくれてるんだ、ありがたいなみたいな、それってなんかもう仏様とか神様のくらいで、ね、普通の人には無理ですよそれは。ね、それは理論的に机上の空論では、ね、いやこの人ね私のためにねこんなに、ね、言いにくいことを言ってくれて本当ありがたいなみたいな、そういう人って多分ね概念上っていうか妄想上のなんか神様とか仏様みたいな状態の人で普通は嫌なんですよやっぱり、だから、ね、非難すれば相手から嫌われるんですね。基本的にはあなたのね、が言ってくれてみたいな感じで、まあ、なかなかならないんですよ。じゃあなんで、ね、相手は嫌われるリスクを取ってでも、まあ、そういう欠点の指摘みたいなのを言ってくるかっていうことなんですけど、まだ若干期待が残ってるってことなんですね。でここもっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを、まあ、言うことで相手が、ね、結局、まあね、望むような形になんか変化してくれることを、まあ、若干期待が残ってるということなんですね。で順番としては、まあ、よくある順番としては恋して憎しむみたいな順番なんですね。基本的には、まあ、必ずしも最初から憎しみで入る人もいるかもしれないんですけど、まあ、恋して憎しむっていうような順番の場合が多いんですね。まずは恋するっていうことなんですけど、恋って何なのかって言ったらもう完全に幻想を見るってことなんですよ。だから自分にとってなんか理想の人みたいな感じで、例えば自分にとっての、ね、例えばシンデレラとか自分にとっての白馬の王子みたいな、あこの人こそがなんか自分をね別の世界に連れて行ってくれる、ね、なんか存在なんだみたいな、その、ね、シンデレラとか白馬の王子みたいな、そういうこうねなんかおとぎ話の幻想みたいなのをまず見るんですよ。それが恋してるっていう状態ですよね。要するに相手の、ね、一部分だけが自分は認識できている状態ということになるわけですね。でそれは恋してる状態ということになるわけです。そうなると、まあ、恋してる状態の場合はもうとにかくね、なんかもうとにかく何でもかんでも称賛してるっていう感じになるんですよ。いやもうここすごいとかここすごいとかね、ここは素晴らしいみたいな感じで、なんでかって言ったら相手はね恋してるんで、あね、あ
対象の人の、ね、良くないところとか悪いところとか欠点っていうのがなんか、ね、認識できないっていうか、盲点になってるんですね。それが恋してる状態ということになるわけです。でだん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 なんか距離が近づいていくと、まあ、結構ね相手もね実はシンデレラとか白馬の王子ではなくて、まあ、結構普通の人だっていうのがだんだん分かってくるわけですよね。うん、よく言われるんですけど、富士山っていうのもある程度距離があるところから見るのが一番綺麗なんですよね。うん、実際富士山に行けば、ね、結構石ころも落ちてるし雑草も生えてるしみたいな、ね、もしくはね、はっきり言った登山客が、ね、捨てていったなんかねゴミとかも、ね、落ちている場所があったりとかということで、ね、近くに行けば行くだけやっぱりそのね見えてなかったものが見えてくるわけですよ。うん、だから富士山って言っても ね、こんなね例えば雑草たくさん生えてるんだとか なんかマナーの悪いね登山客がこんなところにね勝手にゴミ捨てて行ってるみたいな、まあ、そういう見たくないものが見えてくるわけですよ。要するにそれは相手とそれだけ期待、ね、距離が近くなっている状態ですよね。うん、だから富士山っていうのはその一番近くで富士山を見るよりはある程度遠いところから富士山を見た方が圧倒的に綺麗に見えるっていうのと、まあ、人も同じで結局相手に恋してるってことは結構まだ距離があるんですね。だから相手のいいところばっかり見えて悪いところが全然見えない視点に、認識できない盲点になっているということですよね。で、だんだん相手と時間とか空間の共有っていうのが、ね、進んでいって、まあ、時間をたくさん共有するようになったりもしくは空間的にちょっと近い存在になったりした時に、ね、実はね相手も結構普通の人だったみたいな、そりゃそうですよね。だって神様仏様じゃないわけですから、ね、そんな完全無欠の、ね、人が存在するはずがなく、ね、やっぱり何かが優れてるってことは何かが劣ってるわけですよ。うん、ってなると結構この人も欠点多いんだなとかね、結構思ったより普通の人なんだなとかっていうことがだんだん分かってくるんですね。でそうした時に、ね、例えば恋してるっていう状態は相手に期待してるんですよ。いやこの人こそなんか自分をね別の世界に連れて行ってくれるとか、ね、自分の夢実現にねなんかねすごくこうね大切な存在なんだとか運命の人なんだということで、まあ、相手に期待してるわけですよ。で期待っていうのは感情の借金ですから、ね、借金っていうのは後で返さないといけないわけですよね。だ相手のことを、ね、あんまり詳しく知らない状態で勝手に期待して勝手に来てね、結局気持ちよくなってしまってるので、その先に気持ちよくなった分っていうのは後でね、まあ、結局がっかりとか失望とか絶望みたいな感じで、まあね、借金返済しないといけないんですよ。感情の借金を返さないといけないんですよね。ってなった時にいやすごく相手にね失望したり幻滅したりね、するわけですよ。でそれがなんか憎しみになる場合っていうのがあるんですね。いや本当はねこんな人だとは思わなかったみたいな、ね、いやそれは相手がね最初恋してた時に相手に対してのね理解っていうのが全然不十分だったから勝手に恋してただけなんですけれども、それがなぜか相手のせいでいやね実はこの人こんな人だとは思わなかったみたいな感じですごいがっかりしたとかすごい裏切られたとかすごい残念だとか、っていうことでなんかね急になんか怒りとか憎しみみたいな感情に恋っていう感情が憎しみみたいな感じで反対に180度反対にこう触れたりする場合があるんですね。でそういう時でもやっぱりまあね、例えば欠点を指摘するっていうのは、まあ、まだ相手に対してね、興味関心が残ってる状態っていうことなんですね。うん、だけどここが良くないんでここ変えてほしいということで、まあ、非難してるわけですよ。それは、まあ、すなわちまだ興味関心が残ってる状態ということなんですね。でその時に相手が何らかそのね、まあ、自分がね期待している分を何らかそのね努力してくれたり変化を見せてくれたらっていうのがまあ残ってるわけですね。でそれがもう全然ね何を言っても何を言ってね指摘してももうダメだっていうことになると、もう諦めてもう完全に相手に対しての関心っていうのを失ってしまう、つまり無関心になるということですよね。まあ、それがもしねなんか何らかの状態でまあずっと逃げられない関係今日になった場合、要するに、まあ、例えばですよ、まあ、夫婦っていうのが、まあ、相手に対してね、すごくこうなんか期待して結婚したんだけど、ね、実は結婚した後、ね、結構相手の人に対して、まあ、失望したり、がっかりしたり、幻滅したりした時でも、まあ、例えば、まあね、離婚しないで、ずっと結婚生活をね、5年、10年、20年って続けていくと、だんだん相手のね、その欠点も含めて、ね、これもね、長所と欠点
点の両方を持ってるこの人は、ね、こういう人なんだっていうありのままが認められるようになるわけですよね。それが本当の意味での愛ということになるわけです。で最初の恋っていうのは、まあ、仏教的な言い方をすれば、まあ、これ執着ということになるわけですよね。割愛っていうかね、なんかこう喉が渇いてる割愛っていう執着状態になってるんですけれども、まあ、憎しみを経て、ね、要するにまあ夫婦喧嘩とかね、そういったなんか夫婦の間のなんかね修羅場みたいなのを乗り越えていって、それでもやっぱり5年10年20年っていう風にずっと2人で共同生活っていうのをまあやり続けていくと、もう相手に対してですね、まあ、この人はこういういいところとこういうね欠点とあるんだけど、その両方を持ってるのがそのままあのこの人のありのままのこの人なんだみたいな感じで、まあ、本当の意味で執着しない、まあ、相手への ポジティブな感情、居心地の良さ、それもまあ愛っていう形で最後消化するということが起きるんですね。で、まあ、憎しみっていうのはそこまでいかない状態なわけですよ。要するに自分はなんかね裏切られた感みたいな、もっとこうすべきだみたいな感じで、なんかね自分が望むように相手をねまだねコントロールしようとしてる状態ということなんですよね。じゃあなんで非難はありがたいのかって言ったら、まだ興味関心を持ってもらってる状態だし、まだね期待してもらってる、期待が残ってる状態ということなんですね。だからありがたいということなんです。それがもう完全にね、もう完全に興味関心を失ってしまったら、わざわざ相手から嫌われるリスクを取ってまで非難するってことはもうしなくなって、もうね、静かに黙って、まあね、いなくなってしまう、立ち去ってしまうという状態になるということです。だから非難はありがたいという考え方になるということです。ただ、まあ、一番最初に申し上げたんですけど、これは無理やりです。はっきり言って無理やり、もう論理的にそういうふうにね、納得するしかないっていうことなんですよ。感情的にはもうね絶対嫌です、うん、嫌です。あのねもう慣れるものでもないしね、その自分がね真面目に一生懸命頑張ってやってるのに、ここが良くない、あそこが良くない、もっとこうすべきだって言われてね、いい気分がするはずがないわけですよ、うん、なんですけれどもね、なんですけれども、まあ、その感情は、まあ、不快な感情は持ち続けながらも、論理的にはもう無理やり、非難はありがたいと、あ、まだ自分にね期待してもらってるんだと、まだ自分はね、関心を持ってもらえてるんだということで、ありがたいというふうに、まあ、自己説得すると、ね、マインドセットするということがすごく大事だということです。なんで大事かって言ったら、簡単で、もし感情のままですよ、感情のまままあ、非難を避けようとすると行動が止まっちゃうんですよ今度は、うん、もうとにかく非難されたくないと、非難されたくない、非難を避けよう、非難されないようにしようというふうにすると、今度はねその例えば成功とか夢実現に対しての行動っていうのが止まってしまうんですね。もうそれが最悪なわけですよ。結局成功するのも夢を叶えるのも絶対行動の積み重ねなので、うん、行動なくして成功はないし、行動なくして夢は実現しないわけですよね。で非難されて、いや自分はなんてダメなんだみたいな感じで非難されたことで、あもう自分はね間違ってたとか、自分はやめようとかねっていうことで行動自体を止めてしまうと、もうこれが夢が叶わない、成功しないっていうことになっちゃうんですね。だから非難はありがたいっていうこうね、まあ自己説得がすごく大事になるわけです。非難は決して気分は良くないんだけれども、でもありがたいんだと、まだ自分に期待してもらえてるし、自分に興味関心持ってもらえてるんだ、ありがたい、だけど行動は絶対やめないと、そして、ね、自分ができる範囲の改善っていうのを続けていくということですよね。むしろ非難が来れば来るだけ行動を加速するぐらいの、そういうなんか覚悟っていうか気合みたいなのがないと、やっぱりね夢っていうのはなかなか叶うものじゃないということですよね、うん、あのなんかだから、まあ、例えば物理的に、まあ、自分が運動する前に走る、って言った時に、走れば走るだけ、ね、結局向かい風が来るわけですよ、まあ、それはもう物理的に抵抗が生じるわけですよね。空気抵抗みたいなのが、ね、向かい風っていう形で来るわけですよ。でこれは何をやってもそうなんですね。行動してるから非難されるんですよ、うん、で非難されない唯一の方法は行動しないことなんですね、まあ、今回で言えば例えばブログとか YouTube で情報発信をやめれば非難はされなくなります。非難もなくなるわけですよ。でもそれで夢が叶いますかと、でそれで成功しますかっていうことですよね。だから避難を避けちゃダメなんですよ。避難は走れば向かい風が来る、空気抵抗が生じるっていうぐらい必然だと思って
っているってことがすごく大事なんですね。でそして無理やりでいいから、ね、頭だけで感情的には納得しなくても頭だけでも納得すれば、いや避難はありがたいんだっていうふうに納得すれば、あ避難が出てきたってことは自分も行動できてるんだなと、うん、だから、ね、もっとその、ね、避難が増えるぐらいの覚悟で気合で、ね、もっと行動量を増やそうとか行動を加速しようみたいな感じでやり続けるということです。そしたら例えば飛行機っていうのはね、向かい風に向かってね、滑走路をどん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 速度を上げていきますよね。で最終的にあのね、重たい物体っていうのがまあ空気に浮くわけですけど、結局それは向かい風のおかげで、まあ、空気ね、空気抵抗のおかげで、向かい風のおかげであの重たい機体っていうのが結局滑走路から離陸していきますよね。でこれはね、夢実現とか成功も全く一緒で、避難されて行動を止めるっていうのは要するに滑走路を走ってる途中でエンジンを停止してるのと同じなんですよ。だから避難されたってことはこれ行動できてるんだと、ね、行動しているからだから避難が生まれたんだと。でその避難にね、じゃあ自分は間違ってたとかダメなんだとか反省するべきだっていうことで行動を止めるんじゃなくてね、とにかく自分はね、その何らか一回決めた夢とか成功への道っていうのがあるんで、だから行動量をもっと増やそう、もっと加速しようとね、そしてもちろん改善するべきことは改善する必要があるんですよ。うん、相手の非難がね一理あるっていうんだったらそれをまあ受け止めて、ここは改善するべきなんだなっていうんだったら、ね、謙虚に改善っていうのを図る必要も出てくるかもしれないんですけど、大事なのは非難を避けようとすると行動が止まってしまうっていうのが一番最悪だっていうことなんです。非難されてもいいから行動量を増やす、行動を加速する、そして改善するべきは改善を図るということですよね。でそれでもうね、とにかく無理やりでいいんで非難はありがたいと、ね、あこれはまだ自分に期待してもらえてるんだと、自分にまだね、興味関心持ってもらえてるんだと、自分行動できてるんだと、だから非難ありがたいなと、思いながら、でもいや自分が一回決めた夢を叶えるために成功をするために、とにかく行動を止めない、むしろ量を増やす、そして加速するということが大事だというお話になります。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。